臼杵市で建造中の船が爆発し、男性1人が死亡しました。警察などによりますと、午後4時前、臼杵市下野江の港で建造中の船が爆発したと造船会社の従業員から通報がありました。船の中で作業をしていた男性が全身に火傷を負い、意識不明の重体で病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。警察と大分海上保安部が事故の原因を調べています。